どうもこんにちは、セナです。ゼルダの伝説不思議の木の実大地の章、どうもこんにちは、セナです。ゼルダの伝説不思議の木の実大地の章、今回も頑張って実況していきましょう。というわけで、一角獣の本、こちら、ドラゴンかユニコーンかわかりません。羽が生えてますよね。こちらは一個本剣で倒すか、硬っ。まあでもこれさ、さっきのは脳幹にしても、あれなんですよね、こちらこのユニコーンをさ、一発で倒さない限りは、大地の木の実？これ一発で、リセットなしで倒さない限りは、もう大地の章さ、正直な話、2000リセット超えてしまうでしょ。これ避ける。はい。爆弾？爆弾がどうとかではなかったっすね。角だな。いや、マジ一発でいこう。このボス、リセットなしでいけたら結構追い風にならない。この旅の。危ないね、今の。なんか詰め寄ってくるんだよな。3回ほど攻撃した後、一発、おっと、今の運だね。裏返し、向けない。あっち！後ろ向けないみたいです。このドラゴン、距離をつけ、1、2、いやー！角よこせよー！引き裂いてやろうかよ！おー！ビームと突進。気まぐれです。気まぐれ。1、2、9！ おてて可愛いじゃない。パタパタさせてさ、一発やった後、いいよ、すごくいいよ。わー、危ないし、パタパタしてるね。あ、せ動きを見よう。1、3、2、よし、一発、米粒だぜおい。ちょっとね、距離を取ったのを感じました、僕。あ、パタ、裏は向けないけど、飛んで帰っていくのね。定位置に。お？簡単すぎました。危ない！ハートの器は取りません。というわけで、8つ断りがあるみたいなんですけれども、そのうちの1つ目。苗か？大地の断り、土の恵みを手に入れた。簡単でしたね。豊かな大地の懐で撒かれた種は育まれる。これぞ、土の恵み。よし。ここの一連の流れはもう全く時空の章と変わりません。この後に、ブーブー、むき身のスイカが落ちてこないって感じか。そう。新しめの落ち葉。うわぁ、おいらだよ、マカノキさん。ただ、マカノキさんと通信が繋がるのは同じ。土の恵み、おいらも分けてもらったよ。これで一つ元気になった。ところでさっき消えてしまった四季の神殿の夢を見たんだ。なんだか見たこともない不思議な世界にあったんだけど、そこにはセナ君の力になってくれる大切なものがあるみたいなんだ。ごめん、今はここまでしかわからないんだ。むにゃ。また眠ってしまった。さあ、今冬でしょ？あ、ブルプ。この魔法少女サリーってどうしたらいいかな。どうしたってぶつかるんでしょ、食パン食べたまま。危ない。あ、インパさんが多分、ここに着いた。もし四季の神殿はどこへ消えたのやら、何か手がかりを知っている人はいないのかね。あなたは知らないのか。え、一回ホロン村に帰った方がいい。プンプープープン。リボンをつけて不思議な格好をしている変な子を見たよ。確か村の東の方だったかな。東というと右か、こっち、わだち。あれ、てかホロン村もさ、雪な、春じゃなかったっけ。マカノキ。剣を手に入れて、あ、燃やせるんだ。燃やせるようになったんだ。一応ハートのかけらが取れるってこと。と、マカノキ様のところまで行けるかしらね。こちら指輪屋さんは、指輪屋さんなわけですよ。あ、寝てる。燃やせる！ズズズズズ。あ、びっくりした。またよ、旅の少年。私はさすらいの預言者、ソクラ。ソクラですか？むむ、感じる。春、夏、秋、冬。4人の精霊たちが君を読んでいる。きっと四季の神殿がまだ世界のどこかにあるに違いない。
もしも神殿を見つけることができたら、そこに住む精霊たちを訪ねてみなさい。きっと力になってくれるはずだ。では気をつけてな。また眠ってしまわれた謎の男ソクラ。一回マカノキさんに挨拶しといて。カノン。マカノキさんの周りだけ春っぽかったわ。こっち行った方がいいかな。あ、タコ。いやー怖いね。こっちね、多分おっさんがいる。いや、いいね、この BGM。大好きだわ。こっちじゃなかったかな。大変大変。ウーラの村に神殿が起こしたんでしゅって。ところで、神殿って何なんでしかね。ピノゴ、ウーラの村は秘密の場所、誰にも見られないように慎重に帰るでしゅ。ピノゴだ。シウのアラマンチュだ。これ可愛いんだよな、ウーラ族は本当に。大地の章、僕ね、時空の章と大地の章、どっちが好きかって言われたら、このウーラ族がいるかどうかで、活躍するかどうかで、ちょっと大地の章に軍配が上がってしまう可能性がありけるというぐらい、このウーラ族は僕大好きな、お尻なんですよね。鍵持ってます、この女の子。大きなリボン、見つかってはいけませんよ。ちょっとしたね、こう、無意識の、かくれんぼをしているような感じというか、警戒心の強いウーラ族でしゅ。これね、引っ掛けられるぜ。マジで引っ掛けられるぜ。ピケペッ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 ピキピキピッ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 。すいません、音楽に乗ってる場合ではないよ。これね、引っ掛けあるよ。ほら危ない。これね、知ってますから、僕たち。ああ草の中に。ちょっと待って。危ない。よし。ああ、なんだここは。どこかと申しますと、こちら見てください。なんか、わからん。地底世界か？ちょっと話を聞いてみようか。うらー、東の広場に神殿が復活してきた裏よ。降ってきた裏よ。あ、燃やしちゃった！燃やしちゃった、ごめん。ちょっと待って、東っつーと右か。あ、そうだな。この地底世界に、あれだ、神殿があったはずだ。あ！かわいい。忙しい裏、忙しい裏。東にある神殿には、いいクズ鉄がいっぱい裏。ブーメラン先輩。遠いところにあるアイテムを取ったり、スイッチを入れたり、敵の動きまで止められる。ブーメランって便利裏よ。みんなさ、僕たち、こう、なり、姿、形が全然違うでしょ、裏族と。何の違和感も持たない。かわいい種族、本当に。こっちだと思うんですよ。もうちょっと行くと、神殿が顔を出す。来た。ここだ。あ、鼻がムズムズする、なぜか。あ、ようやく来てくれたわ。神殿が沈んじゃって、もう訪ねてきてくれないかと思っちゃった。ここは四季の神殿、四人の精霊が住むところ。ずっとあなたを待っていたのよ。あなた春が好き？それとも夏、秋かしら？冬が好きに決まっているわ。さあ、神殿に祀られている四季のロッドを持って、四隅の塔にいる私たちに会いに来て。真ん中にある。あ、なんかクズ鉄の〇〇〇がリンクくんのこの頭上をかすめているアイコン。ひたひた。カラフル。出ました。これ重要アイテムですね。四季のロッドを手に入れた。四季の精霊の力が宿れば、季節を変えられるようになるぞ。まずは春か冬かに変えられるあれだったっけ。私たち四季の精霊に会いに来て。とりあえず今会える精霊は限られてて、今会えるのは誰だろうな。左、あれ左か、ここどこ、ここ、こっち、グツグツグツ、あ、鍵が閉まってて、じゃあ右か、右か、四隅って言ってましたもんね。こっちこっち、あ、困ってるね。鉄岩がザクザク裏。いや、全然困ってなかった。こっちか。あ、ここだ。ここ入れるぜ。いや、ブーメラン先輩、マジで。わあ、ブーメラン手に入れなきゃならないんだ。ここだな、じゃあ。とりあえず、今行かなきゃいけないところは。了解。
このブーメランを手に入れなきゃいけないんじゃ。危なっ。ウーラダンスをうまく踊れるとブーメランがもらえるウラよ。羨ましいウラ。そう、そのウーラダンスとは、とは。左はウーラ温泉、ウーラダンス練習場は下と書いてます。ここ、わあ、わあ、すごい熱気、わあ。ここはウーラダンスの練習場ウラ。今から練習を始めるウラ。うまく踊れたらプレゼントがあるウラ。一緒に練習するウラか。飛び込み行きます。じゃあ輪の中に入るウラよ。説明を聞くウラか。聞こう。うん、方向キーのアイコンが出ています。ドンが鳴ったら右回り、うん、ポンが鳴ったら左回り、チャが鳴ったら、いやー、これが鬼門だ。 A ボタン。踊りを間違えたり周りの人にぶつかったらダメウラよ。了解、行こう。じゃあ始めるウラ。楽しい。なかなかうまい裏。今日のナンバーワンは君に決定裏。プレゼントあげる裏。よかったー。ブーメラン、めっちゃ汗かいた。さあ、早いうちから爆弾なりブーメランなりを手に入れてしまった裏よ。こちら、このブーメランにておそらく通ることができると。そんなシンプルな仕掛け。階段登ってちょっと奥行って階段で、まっすぐ行くと、はあ、妖精さんだ。はあ、よく来てくれたわね。左手に紋章を持つ少年。私は冬の精霊、あなたが来るのを待っていました。リンは私たちの大切なお友達。さあ、あなたの持っているロッドに冬の精霊の力を授けるわ。切り株の上で振れば大地の奇跡を、季節を変えられるようになるはずよ。冬には水が凍り、雪が降り積もる。残る三人の精霊にも会って早くリンを助けてあげてね。了解。四季のロッドに冬の力を授かった。切り株の上で振ってみよう。季節を冬にできるぞ。帰ろう。とはいえ今が冬なんですよね。切り株の上でなんたらって言ってましたが、あ、うん、それは、おっさん。ヘベレケのおっさん。ついに四季のロッドを手に入れたのだな。その四季のロッドに四季の精霊の力が宿れば、季節を自由に変えることができるのだ。見たところ今は冬の力だけだが宿っているな。ふむふむ、そこの切り株、あ、ここ秋なんだ。ロッドを振ってみなさい。宿った力が現れるだろう。私の言ったことが分かったかな。分かった。しかし四季の神殿がウーラとかいう聞いたこともないような世界に沈んでいたと。それが確かならば、そのウーラ世界へつながる入り口が他にもあるのでは。再び四季の神殿へ行くことになるだろう。ではまた会おう、少年よ。ありがとう、おっさん。この上に乗って、こちら、冬の力で水が凍らしい。あ、やだもう。じゃあもうセーブするわ。はい、お疲れ様でした。次回から、レベル2ダンジョンを目指して頑張りましょう。四季の力も取り戻すよ。バイビー。